にテーマを置きまして、書いておりますけれども、私たちには外なる自分と内なる自分があるということを私よく申し上げてまいりました、この地上界というのは外なる自分の意識界のことなんですね。そして地上界のことをよく現象界だと呼んでみたり、あるいは物質界だと呼んでみたり言っておられますけれども、それよりも私のはっきり言わせていただければ、この地上界のことを私は冥界と呼びます。迷っている次元、あるいは欲界と呼びたいのであります。私たちはこの地上界を欲深い意識で生きているわけです。そして迷いそのものという外なることしか理解のできない無知の次元であるということです。それとその冥界のことを闇の次元とも言います。無知と闇とは表裏一体ですね。そして悟りの次元というのは内なる自分というのは光の自分で、そういうことで私たちの内観というのは何なんだろうか。真の自分を、内なる自分を知ることですね。内観は何のための内観をしなくちゃならないか。本来の私たちというものは内にしかないんだと。この地上界の私たちは自我と言いまして、偽りの自分を表現している次元であると。その偽りという自我の自分では到底皆さん方が悟ろうと思っても悟れるものではありません。世の中は自我の自分によりまして多くの本を読み漁ります。しかし自我で読んでいる間はそれは無知そのものでありますので、非常にこの本の解釈が間違えられてまいりますね。解釈できないんです。その本そのものもまた外観で書かれた、観念で書かれた本がたくさんあるのでありますね。そういう本は皆さん方は一向に救いません。本来皆さん方の本当の魂の糧となり、日となって説かれた本は地上界にあまり少ないのであります。もう本当に数少ないというほどの本物の本というものは数少ないものだと思いますね。なぜそういうかというと、その本を書いた人が真我到達をせずに、自分の記憶や、あるいは自我にもって、無知でもって、書き上げられた本がザラに多いということですね。真我に入って内なる自分に入っていって初めて真実を語ることができ、書くことができ、で伝えることができ。外なるものは非真実なものなんですね。だから外なる意識で書いてある本は非真実なる本であるということがはっきり言えますね。で迷いであるということが言えるわけです。そして闇であると。ということが、皆さん方も世の中にたくさん本屋に行けば、ありてあらゆる書きたい放題、言いたい放題書いてる本がありますけれども、その本によって皆さん方は救われたでしょうか。また本によって悟りを開いた人が何名おられるんだろうか。世界中の本を読めば読むほど、あの人はこう見てるし、あの人はこう言ってるし、もう何が何やらわからないように、皆さん方は魂が混乱してしまいますね。魂いうのは大きな迷惑なんです。で、皆さん方は、愚道の精神、求道するという意味において、いろいろの本、この本を私は救いはしないか、あの本は救いはしないか、あの手この手で自分の悟りのために、たくさんの本を読まれてきたと思いますね。しかしこれも一向にマイナスにはなりませんけれども、本来の悟りとはつながらないと。いうことをよく知っていただきたいと思いますね。世の中には偽りを書いた本がいかに多いかということです。それを見抜けるのは、あなたがもし、自我なる外なるわずかの 10% の意識で本を読んでおられたならば、本物か偽物かはわからない、見抜けない。なぜかというのは、その自分自身読んでる本人も偽物だから、無知だから。無知は無知にて巻き込まれて何にもならないということですね。だからよく皆さん方はこういうことをやりますね。自我で自我を取り消そうとする人がいるわけですね。自我で自我は取り消せないんです。なぜ取り消せないかと言いますと、自我そのものは闇でありますので、闇でどうして闇が取り消せるかということですね。闇を消すには光が必要ですよね。闇があるならば、闇を持ってきたら一向に闇は深まる一方でありまして、皆さん方の自我でいくらもがいて悟ろう悟ろうと思いましても悟れるものじゃないということをここでお話申し上げるわけでありますね。じゃあどうすればその私たちというものがその救われるんだろうか。残された道は内観する以外にないんですね。内観していきますと